こちらはリンシャン島に派遣された IAS リサーチチームのエレナ・ローゼンタールです。我々は北朝鮮に占領され、彼らは市民を外に避難させ、我々が発掘したものは、この発見はこの惑星の未来を変えうる。彼らは自分たちが何を扱って。おい、ノーマッド、起きてるかい？よし、みんな聞いてくれ。情報によると島にはかなりの敵戦力が展開している。我々の強みは敵の不意をつける点だ。北朝鮮は我々の存在を知らない。気づいた時にはおだぶつってわけだ。黙れ、サイコ。ちゃんと聞け。本作戦は隠密作戦だ。我々の任務は目標の捜索と救出だ。戦争じゃないぞ。お預けか。隊長、連中が生きているかどうかもわからないんじゃ。それを確認しに行くのさ。1週間前に北朝鮮が島を封鎖して以来、ローゼンタール博士の連絡が途絶えた。だが2日前、調査隊の観測船から救難信号を受信した。何者かが見つけてほしいと思ってる。ラプターチーム、目標地点に接近。降下準備をしてくれ。よし、行くぞ。マスク用意。全員降下した後、俺を中心に隊形を取れ。合図をしたら解散だ。降下5秒前。4、3、2、1。行け、行け、行け。降下地点でまた会おう。なあ、重装師はなんで俺たちに考古学者の捜索なんかさせるんだ？こんだけの騒ぎにするってことは、なんかどえらいものでも見つけたんだろう。何にせよ、俺たちがここにいるのはローゼンタールのせいだけじゃないだろうな。そこまでだ。任務に集中しろ。我々には十分な情報が入っていない。 USS からの通信が入るまでは独自に動く。あいつで開け。今だ。なんだよ今の。見たか、ノーマント、奴のパラシュートが。パラシュートが動かない。パラシュートが故障だ。メインもサブもダメだ。落ち着くんだ。下は水だ。スーツが衝撃を吸収する。ノーマッド、状態を知らせろ。大丈夫です。しかしディスプレイに異常が。何が起きたんです？わからん。降下地点から外れているな。 B チーム、かい？了解です。誰か降下地点に着いたかい？ラフターチーム、報告しろ。最高です。着地して移動中。着地しました。降下地点へ向かってます。アズテック、お前の映像が途絶えてる。状況を知らせろ。アズテック、報告だ。クソ。隊長、ビーチへ到着しました。着地の衝撃でスーツの機能がいくつかオフラインになっているな。診断する。ビデオ回路に障害が出てるな。再調整する。問題ないな。オンラインに戻った。アズテックからの報告がないな。ノーマット、ジェスターと合流してアズテックの方へ向かえ。マキシマムスピード。ディスプレイを確認してみろ。マキシマムストレングス。スローク起動。マキシマムアーマー。マキシマムスピード。
スローク起動。了解。行くぞ。エネルギープリズム。スロープ起動。行け。エネルギークリティカル、マキシマムアーマー。奴はどこだ？あぶり出せ！スローク起動。隊長、アーズテックです。聞こえますか？聞こえる。現状報告書。降下中、何者かに攻撃を受けました。木に引っかかってます。分かった、救出に向かう。ノーマト、こっちだ。アズテックを探しに行こうぜ。隊長、お客さんが来ました。アズテックどうした？北朝鮮の偵察兵が4人。それで発見されたのか？いいえ、ですが近づいて。待って、何かが。アズテック落としろ。そんな信じられない。アズテック報告書、今しろ。災いを恐れません。私は災いを恐れません。隊長、助けてください。ノーマット、ジェスター、彼を救出しろ。急げ、行け。マキシマムストレンジ、マキシマムアーマー。うわ、今のは何だ？ここで何があった？おい、聞こえたか？
嫌な予感がするぜ。死んでます隊長。くそ、一体何が起きたんだ。わかりません。でもここには何かがいるようです。何なんだ、来たか。いえ違います。北朝鮮兵が4人ズタズタに切り裂かれています。アズテックがやったとは思えません。別の何かの仕業です。くそ、よし、アズテックの冥福を祈ろう。それから降下地点で合流だ。アズテックはどうするんですか。吊るしたままにしておくんですか。いや、挑発させる。北朝鮮にスーツを渡すわけにはいかない。下がってろ。くそ、いつ見ても嫌なもんだ。あばよ、相棒。ジェスター、証拠を隠滅しろ。野本、降下地点に向かえ。了解ボス。わかりました。待て、前方で何か動いている。クロークモードを使え。北の偵察兵だな。対応しろ、静かにな。何だったんだ今のは。俺もそう感じるよ。地元じゃこの場所は呪われてるって噂だぜ。不思議なことが次々に起こるのはそのせいかもな。これまでで一番不気味な任務だな。ここには何もない。スローク起動。マキシマムアーマースローク起動。マキシマムスピード。衛星回線が切れた。戦術ディスプレイが使えん。北朝鮮軍がその近くで電波妨害装置を使っているんだろう。見つけ出して破壊しろ。了解、かかります。大規模な通信装置があります。ジャミングステーションかと思われます。マキシマムアーマー。
マキシマムアーマー。スロープ起動。装置を見つけるんだ。見つけるんだ。マキシマムスピード。
信号の地点に移動する。敵が谷への道を塞いでいるからノーマットはそれに当たり座標を送信する。東に約3キロ行ったところにある谷から出ているようだ。最後の俺で向かっている合流地点に向かい。了解しました。失った。見失ってきた。マキシマムアーマー。殺せる。お前は死ぬんだ。マキシマムアーマー。出てこい臆病者。消えた。助
か。マキシマムは。やめろ！マキシマムアーマースローク起動。冷えちまった。お近くにいる。了解。行くぞ。発見した。スローク起動。前進。楽に死ねるように祈るんだぞ。マキシマムアーマースローク援護頼む。行くぞ。止めろ。見当たらない。どうした。散開して探せ援護。皆殺すな。起動。マキシマムアーマやっとお出ましだな。これをどう思う？奴ら船の止め方が全然なってねえな。手がかりが尽きたか。暗号回線も使用不能だ。この島は電波障害が強すぎる。隊長、見てください。これは地形図です。何か印がついています。ということは発掘現場はこの谷にあるということか。どうしてわかるんですか？今のところ手がかりはそれだけだ。さあ移動しよう。いくつか俺の質問に答えてもらわなきゃこれ以上どこにも行きませんよ。目標の捜索と救出ってどこまで本当なんすか？そうだ、いつから北朝鮮軍が冷凍光線なんか使うようになったんです？全くだ。まるでアニメの世界に飛び込んじまったみたいだぜ。必要な情報は全て伝えてある。そんなの嘘っぱちじゃないか。アズテックは死んじまって何に殺されたのか見当すらついてねえ。あいつの死体を間近で見たんです。死体は八つ裂きにされてましたよ。相手は一体何なんですか？北朝鮮だけじゃないのは確かだ。こいつの言う通り、ロゼンタールとやらがただのアホなら俺たちはここにいねえ。いい加減にしろサイコ。十分な説明は受けただろう。我々の任務は行方不明者の捜索だ。任務を続行する。すぐに移動するぞ。なんだこれは。命令だ。何かいるぞ。移動するぞ。今すぐ移動するんだ。
した。走れ走れ。見えるか、どこ行った。こっちだ、早くしろ。後ろは任せろ。畜生、あれは何だ。任務だぞ、ジェスターを捜索する。東に向かえ、行け。後に続け、行け。ジェスターを捜索する、行け。奴は死んでるぜ。クソったるや。何がどうなってんです。俺たち死にまくってるじゃないですか。知ってたら話すさ、信じてくれ。離れていろ、蒸発させる。じゃあな、戦友。警戒しろ、前方に敵の通信センターだ。援護しろ、ノーマット。最後、援護しろ。了解。ノーマットは俺と来い。なんだ、死体しかないぞ。トレーラーを調べよう。北朝鮮軍の暗号回線にアクセスを試みる。ノーマット、サイコと共に警戒に当たれ。敵はこの先の村に人質を収容しているようだ。ローゼンタールの調査員かもしれない。ノーマッド、偵察と侵入を任せる。俺はここから指揮を取る。村を捜索し、可能な限り情報収集をしろ。人質の発見が最優先だ。分かったか。了解。サイコは作業が済み次第サポートに向かえ。